ごきげんよう、ガラクタやオールドです。ビヨンドザジェネレーションの PV 公開からもう1週間近く経ってますけど、とりあえず、ツイッターから反応集拾ってきたんで読み上げていきたいと思います。まず今回一番盛り上がったシーンですね。左側に注目。パーティー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  PARTY エピパリシャフルシオ世代連鎖するスマーイ。というわけで、もうね、今回の悪役枠に思いっきりバルツいるんだよね。もう無個性の再生怪人かっていうね。で、ハルエガを憎んでたバルツがモブ集団に加わってるのを尊厳両辱って感じでいいな。平成を消そうとした男が平成に取り込まれてるっていう皮肉。バルクス、尊厳、バルクス、平成。マジで草生える。尊厳で草まみれや。バルクスの登場が確認できたので、平成です。ダークライダーはメンツがすげえ濃いな。これにはエビル二郎も歓喜。バルクスがおるやん。これ、狩崎か？絶対狩崎でしょ。狩崎が鴻上ファンデーションと同じ失敗してて草。オープニングでまさかの伏線回収。スマブラ括弧仮面ライダーバージョン。ケイタッチ、フィフティーズ。これ欲しい。何回連打できるかしたいからバンダイ出して。ハイパー無敵とブラックアレックスとか敵が涙目になる並びで草。勝利確定演出。どうも01視察団です。現場からは以上ですね。みんなも V シネ見よう。セイバーゼの安心感がすごい。シレット桜井テス草すごいな。メインキャラ大集合の中にさらっと混じるギューリさすがだわ。普通そこケントだろ。リオジェの予告、途中まで過去、現在、未来をつなぐ時空を超えた出会いが今、みたいな感動狂変みたいなノリマンに、急にいつも大運動会パート入って、めちゃくちゃ笑ってしまった。そして予告だけの印象だとダメな時の春映画の匂いがすごい。全員声優一緒、かっこ蘇る平老戦記悪夢。というわけで、ね。バルクスいるから平成だわ。というわけでご視聴ありがとうございました。